こんにちは、ライムです。今回はいよいよもうあと1日ですよ。チケットドロー、5周年記念チケットドロー、もう最後ですけど、こちら今431枚貯まったので、これで最後の動画ですね。はい、これで累計1507連ドローなのかな、1507連ですね。ここでキーアートナンバー25が何枚出るかという話です。ここまでで、4枚出てんのかな、とりあえず。前回までの1000何連かで出てるんですよね。だからまあ、普通にこのまんま行くと6枚出て終わりかなっていう感じはするんですけどね。早速行こう。そう。430連なんで、またそこそこね、時間かかると思うんで。諦めないで。今回も、速攻スタイルで。今回もテキパキやっていこう。時間は有限だ。おお、カイリシオンが並んでいる。カイリシオンが並んでいる。SB カイリシオンだね、これね。すごいね。この組み合わせはすごい。この SB シオンは、そんなに出るまでかかんなかったかな。確か。カイリがすごい出る。SB カイリよく使ったよね。SB カイリはほんと、まあ、未だに攻略動画でも使う。おー、カイリ X。休みありがたい。カイリー X は情報6枚使いたい。カイリー X6 枚デッキをね、作りたい。あと1枚ぐらいでできるかな。あと1枚くらいでおそらくできると思います。あとね、情報修正しそうなメダルもちょっと集めていきたいんだよね。なんかこの動画撮るたびに言ってる気がする、情報修正がどうの。そうなんだよ。今日、この動画が終わったら、集計しないといけないんだよね。情報、あ、出た！エステボ！出たわ。出たわ。ステボで出た。いや、でも、ここのステボを当てるのに、もう、1100連ぐらいいってるからね。1100連でようやくステボ1枚。いやー、ステボってだから、本当に確率きついね。ステボ出ましたよ。1100連で。長っ。これで5枚目ぐらいですかね。5、6枚目ぐらい。まあ確率ってのはほんと怖いものだよね。まあ今昔ほどステボのその価値っていうのがないので、そこまでその仮に今25のステボが出たからといって、なんか特別クエストで、まあ、これがねえともうクエストついていけねえぜみたいな、これがあったら最強だぜみたいなことにはならないからね。昔、大昔の環境であれば、攻撃力プラス1000の違いで、もう、なんだろう、エネミーコロシアムとか、あるいはハイスコアとかで差がついてたような感じしたけど、昔はね、だってほら、攻撃力2万とかね、2万とかが標準の時代とかは、攻撃力プラス1000なんて言ったらね、1.05 倍ですからね、ダメージ、単純に。それぐらい変わってきてしまうんで、まあ、今、ね、ベースが5万なので、ベース5万でプラス1000されたところでだよね。結構誤差程度で、コインプラスバフももう今1枚のメダルで通撃含めてもう3万2000とか漏れる時代ですからね。それ考えたらね、実質だからもともと5万に3万2000乗っかるんで8万2000ってことだね、攻撃力。そこに攻撃力プラス1000って、おお、カイリーがすげえ出てくれる。カイリー揃ったんじゃない、6枚売った分までちゃんと戻ってきたわ。ドローチケット優秀だな。こういう目線で見ると優秀だな。ただドローチケット、皆さんあれ、特に新規勢の方ね、忘れないでほしいんだけど、これドローチケットは次回に持ち越しとかできないんで、ロクサス二刀流だ。これ前回、去年の人気メダルだったね。今年は人気あんのかわかんないけど。うん。ちょっとね、半分ぐらいまで集計したんだけど、なんか、あんまりロクサス二刀流言ってる人いなかったんだよね。去年のロクサス二刀流で、なんか気が済んだのかわかんないけど、うん、ロクサス勢あんまいなかった。パッと見。お、また出た。お、出た。6枚目。
6、7枚目だね、多分これね。はい。今ここまでで1300連ぐらいいってんのかな。1300連目ぐらいだね、今ね。俺はいつでもそばにいるよ。EX シリーズでもね、意外とこのソラアート人気ないんだよね。ソラ EX アクセルとかの方が、まあ、結局人気だったってことだね。意外とソラ EX 人気ないんだよな。なんだろう、ソラに関してはもうなんだろう、主人公としてずっと出てるからっていう、なんだろう一種の秋みたいなとこあんのかな。やっぱりロクサス、アクセル、シオンは、まあ、空とかね、空ドナグーと比べると、だいぶその限られたところでしか出てこない存在だからこそ、なんかこう、なんだろう、いざ現れた時の感動とか、っていうのが大きいのかな、って思う。なんか空よりロクサスとかシオンの方が人気なんじゃねえかって思うぐらいだもんね。もちろんみんなある程度は空のこと好きなんだけど、ある程度はみんな好きで、まあなんだろう、ある意味平均点みたいな、平均点、みんなの平均点が空だとしたら、その中のこのね、ロクサスとかロクサスシオンが、そう、たまに出てきて感情が高ぶるっていうところで、気持ち的なその変動幅がでかいんだよ多分ロクサスシオンは。あ、これも人気目だね。これは人気だね。まあ、BGM だし、ボイスだし、さらに野村さんの直筆、書き下ろしイラストだからっていうところあるんだろうけど。お、情報修正メタルだね。ずっと友達だ。そう。意外となんですよ。まあ、僕のね、動画、解説動画とかを見ると、やっぱメダルの人気？私は存在してはない。人気キャラが明らかに再生数に影響してくるからね。そう、13期間メダルとか全然伸びないもんね。おお、新旧回離。そう、13期間メダルとかさ、まあ、ほら例えばゼクシオンとか解説動画さやったりしても、やっぱ圧倒的に主人公勢とはその再生数が違うもんね。全然。おお、来たね。情報修正。許さぬ。記憶したか。許さぬ。そろそろボックスがパンパンになってしまう頃なんじゃないかと、僕は邪推するんだが、もう、そろそろだね。これ、ボックス超えられんのプラス50枚までなんだよな。一回ボックス整理挟まないといけないな。さっきのテラさんとか売っちゃおう。テラは人気ないんだよな。テラは、まあ、今回の5周年メダルの、テラ自体ね、性能弱くて、メダルの性能も人気なかったけど、テラ自体、キャラ人気自体も弱いんだよな。うおー、帰り。あ、そうだ。今日で、あれだったね、そういえば。新覚醒100ジュエルなの今日でおしまいだから、今日中につけとかないと、忘れないようにしないとな。これ動画の編集とかしてるとすぐそっちをおろそかにって忘れちゃうんですよ。あ、ちょっと一瞬あれ整理してくる。はい、ということで帰ってきました。あと61連だね。はい、もうすでに1440連ぐらいしてるということかな。いよいよですな。いよいよフィニッシュドローが見えてきた。待ってるだけじゃダメなんだ。果たしてキーアートナンバー25何枚手に入れることができるのか。あんたが憎くてたまらない。友のために使う。情報修正メタルね。ロクサスアートも売っちゃってたからな。結構1枚しか残ってなかったね、ボックスに。俺の全存在をかけた攻撃だからな。このアクセルちょっと情報修正してほしい。俺の全存在をかけた。このアクセル押してる人でもいなかった気がするけどね。はい、あと20、21連。えい、おごるな。ナミネ、おごるな。ナミネ。おお、カイリシャン。これは同じカイリだね。
同じキングダムハーツ初代のカイリだね。グッド。最後の最後にカイリさん。で、ラストかな？ラスト一連だね。一連でもないか。ラスト一回。一枚ドロー。ラスト、正真正銘5周年記念チケットドローのラスト。いけーいけー、これでキーガタナンバー25出た。奇跡だね。いけーい、カイリでもいいぞ。いけーい、うおーうおー、これはリアクションに困る人だね。ぶっ壊しちゃおうかな。はい。ぶっ壊しちゃおうかな。はい。ということでですね、すべてのチケット使い果たしました。なんだかんだ5周年記念チケットかなりくれたね。まあ僕、集課金してるのもあるんですけど、僕が1500連超えてるんで、めちゃもらえたね。意外ともらえた。で、結果ね、この1500連で一体何枚のキーアートナンバー25を入手したのかっていうことなんですよ。ちょっと相当して見てみようぜ。この相当で出るかな。さあ、果たして何枚、ダーン、キーアートナンバー25、7枚出ましたね。7枚プラス、ステボが1枚。ただこの7枚は純粋なそのチケットドローだけではなくて、月曜限定ガチャ、集課金してる方だけが回せる月曜限定ガチャでも1枚そこで出たんですよ。なので厳密にはチケットドロー1500枚で出たのは6枚ってことになりますね。要するに、なので、まあ単純計算でいくと250枚に1枚、250連に対して1枚ずつ出ていたような計算になるので、まあ、割と運はいい方かな。 0.5% ってことを考えるとね、元が 0.5% を考えると、まあ、250連で1枚ずつ出てきてくれたのは、まあ悪くはないね。全然悪くはないと思う。いい方だと思う。むしろ洗練して1枚しか持ってない方とかも当然いるわけなので、も逆に言うと、もっとね、洗練して10枚出たって人もいるだろうし、まあ確率なのでね、だから平均点くらいは取れたんじゃないかなっていう感じはしますね。はい。まあこのキーアートナンバー25、7枚をね、すべて生かすことがあるかどうかは分かんないけど、まあないな。まあない。で、というのもこれ全員カウントするメダルなんで、これだけでデッキ組むと、ね、特に青カウントの敵だとまともに戦えないっていう事態が出てきてしまうので、まあ、あれだね、耐性要因だったり、ルックス稼ぎ要因だったり、まあ、あるいは高難度のカウント用だったりみたいな、使い分けになってくるのかな。これでガード貫通とかくっついてたらね、もう、あらゆる局面において、ナンバー25を活かせることができたんだけど、さすがにそこまではつかなかったんで。はい。と、まあ、そんな感じです。皆さん、僕の動画で見てね、あ、やべえ、あと1日だって、ことがないように、しっかりね、回しましょう。忘れる前に、これ、明日逃したら、火曜日以降になってしまうと、もうチケット自体が消滅してしまうので、間違いなく回しましょう。情報修正メダルも出る可能性あるんで、そこでしっかりね、ゲットして、まあ、デッキ強化にしましょう。といったところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。